皆さんこんにちは。本日はイスラエルの歯科衛生岸に位置するマサダに来ております。今回訪れる世界遺産はマサダ国立公園になります。この世界遺産はユダヤ人にとって忘れがたい出来事の舞台となった場所でもあります。66年にローマ帝国に反乱を起こしたユダヤ人でしたが、その後ローマ軍の激しい攻撃によりエルサレムが陥落してしまいます。そしてユダヤ人は最後の砦としてこの天然の要塞でもあるマサダに集結し籠城をします。約3年にもわたり必死の抵抗を続けましたが、73年についにマサダも陥落してしまいます。最終的にユダヤ人はローマ軍の捕虜になることを拒み、この場所で集団自決をしました。そしてこの時を境にユダヤ人のディアスポラが始まったとされています。時は流れ、各地に散々していたユダヤ人が再びユダヤ人国家イスラエルを建国すると、マサダはユダヤ人にとって決して忘れることのできない、そして同じ悲劇を繰り返さないというユダヤ人の決意の場所にもなっています。それでは実際に目の前にそびえ立つマサダの山頂に登ってみたいと思います。山頂までは徒歩でも行きますが、今回はロープウェイで行きました。ロープウェイからは当時のローマ軍の陣営跡が見られます。そしてさらに奥には視界が見えます。では約2000年前ユダヤの人たちが籠城したエリアに入っていきます。こちらは採石場です。マサダの岩そのものを石材とし建造物を建てたようです。こちらは貯蔵庫です。当時この貯蔵庫には数年分のトウモロコシやナツメヤシ、ワインやオイルが保管されていたそうです。そしてこちらは浴場施設です。驚きなのは内部にはサウナのような施設もあったようです。
そしてマサダの北側にはヘロデ王が建てた宮殿跡があります。さらにこの場所からもローマ軍の人員跡が見られます。そしてこちらは貯水槽です。当時ユダヤの人々にとって水は最も大切な存在、約1000人もの人々が数年間にわたり岩の上で住むことができたのは、マサダには優れた貯水システムがあったからといえます。マサダ一帯ではほとんど雨が降りませんが、雨季になると近くの山岳地帯では雨が降ります。そしてその雨水が水路を使いマサダの中腹にある貯水槽に流れ込むようになっています。これぞまさにユダヤ人が数年間にわたり籠城を可能にした理由の一つです。こちらはマサダの西側になります。この場所こそがローマ軍がマサダの要塞に突入した場所になります。なんとローマ軍は長い年月をかけ下から砂を積み上げ斜面を作ります。この斜面を登ってきたローマ軍は城塞を壊し中に突入します。シナゴークです。ついにローマ軍が突入してくると悟ったユダヤ人のリーダーベンヤイールは男たちを集め語りかけます。こうして男たちは愛する妻、子供をその手にかけます。そしてくじ引きで選ばれた10人の男が残ったものをその手にかけ、さらに10人の中の1人が残りの9人を殺害し、最後に1人が自害をするという結末になります。はい、いかがでしたでしょうか。今回実際にマサダを訪れ、マサダは二度と陥落しない、この言葉の重みを肌で感じました。ユダヤ人の心の中にある大切なマサダ、実際にイスラエルの軍の入隊式はこのマサダでも行われています。この場所を訪れることは非常に意義があり、今回私もいろいろ考えさせられました。誰が正しくて誰が正しくないということではなく、ユダヤの人々が大切にしているものを知ることで、現在起きてしまっているあらゆる問題に対してもまた違った見方ができそうです。ぜひ皆さんも一度マサダに訪れてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。